こんにちは。ピアノが初めての人による、ボヘミアン・ラプソディその1です。この曲、私がインターネット上で見つけた無料楽譜によりますと、7ページまでこうやってあったんですけれど、一番最初の方ですと Is this the true life? Is this the fantasy?あるにはあるんですが、まあ有名なと言いますが、ここから、ここがまあ有名というか、そうですね、有名なフレーズがここから後で、ママのちょっと前の前奏ですよね。ですので、いきなりちょっとここからやってみますね。まず、これはエリーゼのためによりも、難しいです。なぜかと申しますと、右手と左手が同時に動かなければならない。そしてちょっと音が相当遠くに飛びますので、音を見つけたりするのにも、ちょっとエリーゼのためによりは、簡単にはいかないけれど、試してみましょう。まずピアノを弾くのが初めてという方にとりまして、まずこの最初の音を見つけるということなんですが、まず最初の音はどうやって見つけるかっていうところからですが、この黒鍵を見ていただきますと、2個3個2個3個というグループになっていますよね。この2個というグループの黒鍵、黒い鍵盤のを探していただき、その左側、これがドです。この2個を探したら左、これここがドです。この曲は C のフラットとレを同時に弾くということから始まりますので、これがド。皆さんご存知のようにドレミファソラシドって上がってきますよね。そしてドシラソファミレドっていう風に下がっていきます。ですからもう本当に一番最初は毎回ドレミファソラシ、あ、ここがソとかってこうやって、まあ数えるしかないかなと思います。これはレから始まりますので、ドのすぐ横、これここですね。それとシのフラット、普通のシでしたらドシってここなんですけど、フラットですから、さらに半音下がって黒い鍵盤になります。ここになります。ですから、これを同時に、私が思うにはこの人差し指と薬指で弾くのが一番いいのではないかと思います。でもまあ難しかったら、まあこうやって1と2、あ、まず親指から1番2番3番4番5番というふうに指番号がついているんですが、もしこの2と4が難しい場合は、2と4がなぜ良いかというと、次にこのようになるの、このように行くためにはこれが一番ちょうどいいんです。違うのから始めるとなんかこうひっくり返ったりいろいろしなきゃいけないんで、でもまあどうしても無理だったらこう親指と人差し指で始めておいて、こうここまで飛ぶ、まあ私にはちょっとその方が難しいんですけど、フラットとレを同時に弾いて、その後ですがファ、ここですね、ドレミファ、ここです。だからこの下のドをまず探していただき、2本2つの黒い鍵盤ですね、その左がド、ドレミファ、ここですね、シファとなりますね。そしたらあとはさっき弾いたシのシャープ、あ、ごめん、シのシャープ、シのフラット、ごめんなさい、さっきのシのフラット、そしてさっき弾いたレですね。その
音ですが、ソ、ソに飛びます。ド、レ、ミ、ファ、ソ。ここですね、ソ。ですから、このように。すみません、手の形があんまり良くないんですが、ここに譜面台がありますので、ちょっと。となりますね。そしたらさっきのファに戻ります。これちょっと遠いので、まあちょっと切れちゃうかもしれませんが、構いませんというか、まあしょうがない。だからソファ、そして今度はファ、ソのすぐ近くのファ、ファファテン、ファシのフラット、レソファ下のファ、上のファ下のファ、これが2回繰り返されます。されます。だから皆さんがこれ1小節1回分覚えれば、それを3回繰り返すだけですね。前奏で2回、そしてママで1回、ママジャスとなりますので、3回同じことが繰り返されますね。さてその分の、その時の左手なんですが、C のフラット。一番真ん中のド、ここが真ん中のドですね。この字が書いてある、ピアノで字が書いてある、すぐ前が真ん中のド。そして同じようにドがここにあります。これが下のドですね。この下のドのすぐ近くに C があります。ド、C。ここの C のフラット。これを親指でやっていただき、同じく下のシのフラット、同じ音です。ドシーシのフラット、黒い鍵盤、これをこうオクターブで、まあ手の大きい方だったら親指と薬指でもいいし、まあ親指と小指、まあどうしても手が小さくて届かない方はこういうふうに、まあ分かれさせてやったり、まあでそれを一番最初に、これをこの C のフラット、 C のフラット、 C のフラット、 C のフラット3個とこのレですね、それを全部4つ同時に弾きます。となりますね。でその後左手がずいぶんずいぶんこっちの方に飛んできますので、ここは二分音符とは書かれていますが、トゥン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 のところ、なんかずっとこうやって、ずっと押さえていたらここまで飛ぶのに遅れてしまいますので、あとはペダルに任せて、というふうに飛びますね。この後なんですが、ここのソまで飛びます。左手です。ここのソというのはどこのソかというと、真ん中のドから見るとドレミファソ、ここにソがありますね。このもう一つ上のソですね、ここですね、ソ。まあすっごく飛びますので、慣れないうちはここにポストイットとかシールを貼っているたりしている人もいます。まあそうですね、まあそういう方法もあるでしょう。そこまでですと、右手がソをやるのと同時に左手もソになります。このように。そしたらこのファは、ファだけをやります。その後ですが、さっきソ、その隣のファ、これが右手のファと同時にファ
その後最後に右手のファがファを、このファをそこだけやります。どの指でやるかというのは、左手、これはちょっと開いてるので、もう親指と、どんなに手が大きい人でも、まあ、これ以外のほとんど選択肢はないんですが、まあこんな感じで、このソファは特に指示もありませんので、まあ人差し指と中指っていう感じでしょうか。ペダルなしですと、右手と一緒にやりますと、3回同じことをやったらその次は変わります。ではそれは、ボヘミアン・ラプソディその2で、説明します。それでは、ご視聴ありがとうございました。